ヌクアロファは人口約2万千人のトンガタプ島に位置するトンガ王国の首都である。コプラ、バナナ、バニラ、民芸品などを輸出する。ヌクアロファでは英語が通じる。ヌクアロファにある王宮ヌクアロファにはトンガの国民の約30%が住んでおり、王宮や教会が集中している。なお、標準時はアトックプラス13、例例である。 2006年に暴動が発生し、ビジネスエリアの多くが破壊された。トンガに伝わる神話の中に、ヌクアロファの起源についての言及が見られる。それによればヌクは、住居をアロファは、愛をそれぞれ表すとされる。町の交流は、以下の説話に橋を発する。六代目のツイハタカラウアの名において、日々の暮らしを司る王であるモオンガトンガは、末の息子であるんガタ あとの一代目トゥイカノクポールを知事として、ヒヒホに送り込む。当時、ヒヒホは、トゥイトンが、トゥイハタカラウアも持て余していた地であり、これは、彼の前任者は、ヒヒホの州長や人々によって殺されており、ムガタには、命の危険を感じるだけの十分な理由があった。ムガタは、おじのぬく、最年長のいとこのニューカプをはじめとする、主に、父方の親戚を引き連れて、ムアを立った。 カヌーが岸を離れると彼らは、トンガを捨てて、ムガタの母の故郷であるサモアへ逃げるべきではないかと話し合う。結局トンガを捨てることはしなかったが、ヒヒホ上陸のための準備のために、ムアとヒヒホの中間地点に位置する湿地帯へと上陸した。ムガタとヌクとニューカプは三人の体を、むしろで覆い隠し、三つの頭を持った大男を装ってヒヒホに上陸した。 この説話がウルトルの元になり、そしてファートイカノクポルすなわち、トンが3番目の応答が始まる。そして彼らは沼地をヌクアロファと名付けた。1777年6月10日、ジェームズ・クックがこの地を訪れた際に停泊地についての記録を残している。その記録と彼の記した地図から、停泊地がヌクアロファであったことが確認できる。クックはこの旅の中で、 ヌクアロファという語法表記の揺れも含め一度も用いていないが、低白地の東にある島、パンガイムツについて記録の中で触れている。また、彼はカヌーでムアという島を訪れたとも記録している。ムアはパウラホと偉大な男たちが住んでいた島である。パウラホの家は、船から500メートル離れた岸に位置していた。彼の地図によれば、シーシア地区。 現在のヌクアロファ東部に上陸し滞在していたようである。これによりクックはヌクアルファ湾を描写した最初の地図を残した。トンガタップ港が記録された最初の地図。クックにより1777年に記されたパンガイモツ沖の停泊地とヌクアルファ湾がはっきりと記されている。あたた、パンガイモツ、マカファーン、フェトア島、小さい島々は ラテン文字に音訳されているヌクアロファという故障に関する最初の記録は1810年に出版されたトンガについて記された初めての書物に見ることができる。この書物はロンドンミッショナリーソサイエティの宣教師、ジョージ・ベースンによるもので、彼は1797年にトンガに上陸している。彼はその到着に関して以下のように記している。 これがニューグイエーファというスペルで言及されたヌクアロファに関する最初の記録になっている。ベースンはまたパンガイムツオ・ボンギー・マドリューと綴っている。トンガ語の表記法は1826年から1827年かけてに整備されることになる。ベースンに続きウィリアム・マリナーも1817年に出版された著書の中でヌクアロファに触れている。これはマリナーが フィナウウルカララの養子としてこの地に留まっていた1806年から1810年の経験をまとめたものである。その中で内乱と最終的にウルカララの手に落ちることとなるヌクアロファの包囲について記されている。続いて1826年4月、タヒチのロンドンミッショナリーの宣教師2名が拘禁された記録が残っている。これがヌクアロファに関する3番目に古い記録となる。 1826年3月、ミネルバ教会の4名がフィジーを目指し、タヒチを立った。しかし、トンガのヌクアロファにテトゥポーにより彼らの計画は阻まれることになった。デイビスによれば、タヒチ人はトンガタプに拘禁された。1827年、メソジストの宣教師がヌクアロファに着任すると、当地のキリスト教を大いに後押しする。すると、ヒヒホ 母家で迫害を受けたキリスト教徒がヌクアロファに逃げ込むようになった。ヌクアロファのオートポーの支援もあり、ヌクアロファはトンガにおけるキリスト教の拠点として拡大を始めた。トンガにおける宣教師ら記録は1842年はテレ・セベロが到着すると最終段階を迎えた。彼は1842年にヌクアロファに到着、ウェズリアン教会からソサイアとして 宣令を受けたトイカノクポルアレアマトゥアに越見したと記している。この宣教師たちの到来は結果として、鳥を持った小さな村に過ぎなかったヌクアロファをトンガ王国の中心地へと発展させる一助となった。これら最初期の文献に記録された彼らの居留地は、順にニューガルファ、ナイアガカラファ、ヌクローファ、ノーコウローファとなる。 宣教師がヌクアロファ以外の地に拠点を構えたという記録は残っていない。タウモエペアウビルディング欠片の気候区分では熱帯雨林気候に属する。ヌクアロファ近郊のファーモツ国際空港トンガ自由境界ヌクアロファはトンガの交通の要衝となっている。バスは中心街に隣接するウナ通りの中央バスステーションに発着する。 個人で運行されており、運転手は自分でダイヤを決めている。運賃は行政により固定されていて、学割が存在する。基本的に定員いっぱいまで乗客を乗せる。いくつかの学校や大きなホテルは自前のバスを走らせている。市内には無数のタクシーが走っており、こちらも個人で運行されている。自動車を所有している市民の多くが副業として空いた時間に、 タクシー業務を行っている。運賃は行政によって決められている。多くの家庭が自動車を所有していて、自転車を交通の手段にしているものは少数にとどまる。現在、トンガ国内で運行されている鉄道、路面電車は存在しないが、かつては入江から不当まで狂気鉄道が走っていた。そのためにレールウェイロードという名の通りがある。ヌクアロハ港はこの島で、 唯一の水深の深い港であり、それがこの地を首都として定められた理由でもある。1977年の地震によって破壊されるまでは、ブナフ島が長年にわたって国際港として機能していた。その後マウファンガにより大きな港が建設され、女王サローテにあやかってクイーンサローテフ島と名付けられた。これら二つのフ島は42とナンバリングされ、 漁船やフェリーの間で使われている。この不頭が、このトンガタプ島と他の島々をつなぐ、ハブ港として機能している。エワ島へは日に2便、ハーパイ諸島とババウ諸島へは週に2便が運航されている。これら定期便は企業により運航されている。ノムカやエウエーキといった小さな島々へは、個人の船が不定期の運航をしている。空の便はトンガタプ島の南部、 ヌクアロファから35キロ離れたファーモツ国際空港が担っている。ありがとうございます。